企業家である。株式会社 TS コーダテ株式会社 t スメ,メディアメイド株式会社からなる TS グループの創業者。高校卒業後は大手建設会社に就職し、4年間現場監督業務に従事する。その後22歳で大手人材サービス会社に転職し3年半勤務する。管理職を歴任し2004年25歳で建設業界に特化した。 現場監督の人材派遣会社 TS コーダテを設立する。看護師向け人材紹介の医療ワーカーを立ち上げ、その後様々な業界に特化した人材サービスを立ち上げた。設立から15年で売上280億円、従業員数1217名の規模まで成長させ、それぞれの人材サービスをトップシェアまで押し上げる。特に介護ワーカーは当時介護業界では、 人材派遣が主流だった中、転職支援の人材紹介業を展開した先駆者であった。TS グループは全国の人材紹介事業者中0.2%しか得ていない厚生労働省からの職業紹介有料事業者を取得している。2019年10月 IPO を目指す中で外部 CE o へバトンタッチし、経営の最前線から退く。 その後は世田大学へ進学し、現在は自らが先頭に立ち新たな事業会社を立ち上げるために奔走している。1979年大阪府に生まれる。学生時代は本人曰く、かもなく、不可もない少年だった。決して目立つタイプでもなければ、クラスを率いるようなタイプでもなかった。中学及び高校はラグビーにのめり込むが、 熱い選手層の中で高校では三軍となり、それが現実と悟った。この経験が人生で最も大きな挫折だったと後に語っている。また、誰のせいでもなく、自分に実力がなかっただけ。この出来事をきっかけに、たとえどんな結果でもそれは、自分が招いたこと、多せめではなく、自責の念で考えれるようになった。また、 自分は生まれつき器用でも能力があるわけでもないので、何かを得るためには、人の何倍も努力をしなければならない人間だ。とも語っている。就活生の就活支援本、折れない就活発売初日から、学生の就活ガイド部門で、新着1位を獲得。ありがとうございます。